太郎放射能から避難したママネットアット東京の益子と申します。壇上から声援してございます。本日は素晴らしい集会にお招きいただきまして心から感謝しております。皆様の脱原発反原発活動に敬意を表しております。どうぞ引き続き福島の子どもを守る活動や政府の心なき対応に物申す行動を一緒につながって活動してくださると嬉しいです。私は福島県三原町から5月に娘と東京に避難してきたものです。自主的避難者の立場として一人の母親として私メッセージで恐縮ですがささやかな思いをご拝聴いただければ嬉しいです。私は黒毛和牛と田んぼと畑を建てる農家に嫁ぎまして自分なりの農業をするために有機農業 JAS の認定を受けながらインターネットで全国宅配をしたり近隣のお宅にお野菜を配達していました。手には桑の豆を作り土と肥やしにまみれたとても充実した日々を福島で送っておりました。しかしあの日を境に私たちの福島は一変しました。国や県から施行される安全宣言とは裏腹に驚くような数値を示すガイガーカウンターの表示、自主的な避難を決断しなければならず同居家族の軋轢を抱えたまま夫を福島に残し小学生の娘と2人で身を寄せ合って暮らしています。4月小学校に入学した神々しい娘の顔には白く大きなマスクがありました。文科省から配布された年間20ミリシーベルト以下は安全だという保護者への頼り、地産地消の学校給食、その時娘の学校の校庭は毎時 2.2 マイクロシーベルトでした。水道水への不安から娘に持たせた水筒は一滴も娘の喉を潤すことなく持ち帰られました。学校の水道水は安全だから水筒を持ってきてはダメ、担任の先生から言われたのです。ママが水道のお水は危ないから私一滴も飲まなかったよ、喉が渇いたけど我慢したよ、誇らしげに報告する娘がいました。学校と行政、大人の間で翻弄されるこの幼い我が子は自分で自分の命の選択をしたのです。5月、被災の証明がないということで都営住宅や UR には受け入れを拒絶され、現在は善意の一般の方から住宅を提供していただき娘と避難をすることができました。偶然にもおととい家主さんが夕食にご招待してくださりこうおっしゃりました。あなたも東京都民になったのだから子供さんの新学期の前に都営住宅でも移られたらどうですか。避難を相談した時の落胆した夫の顔、見送りにも出てこなかった義理の父、荷物をまとめて東京に来た時のことが走馬灯のようにゆっくり脳裏を流れました。私たちはまたあの日に戻ってしまったのでしょうか。また天候だね、ぽつりという娘、幼い我が子は大人たちの中で繰り返される会話を聞き咀嚼し、そして子供なりの理解をしたのです。一月先の寝床さえもままならぬことを、学期途中で転校しやっとの思いで溶け込んだ学校や友達、定住できないからと何件も受けてやっと決まった職場、あれから1年も経たぬうちに小さな娘に押し付けられる人生の選択はあまりにも厳しい試練のように思えてなりません。私たち福島県民は儚い一艘の小舟です。さざ波の上をくるくると流れていく枯葉の小舟です。この手にしっかりと携えていたはずのオールはどこかに流され、今握りしめているものは幼い我が子の小さな小さな手だけです。この子だけでも守りたい、この子に
夢と希望のある未来を見せてあげたい。私たちの願いは、人の親であれば誰でも思うささやかなものです。これ以上福島の子供に悲しみを負わせないでほしい。もうこれ以上生きる希望や夢を奪わないでほしい。福島に残してきた自分とここにいる自分がいつも心の中で叫んでいます。引き裂かれた二つの自分がいつか一つになれることを夢見て、どうか福島から学び、同じ過ちを繰り返さぬよう、私たちはできることの限りを尽くしたいと思います。皆様とつながって力を蓄えたい。私たち避難者にもできることはあります。避難者で立ち上げたつながろう放射能から避難したママネットアット東京は、福島の子どもを守るため、避難した子どもを守るため、ささやかではありますが目に見える活動を進めています。皆様どうぞ一緒につながってください。今日はありがとうございました。